こんばんは、平井弘明です。今回はですね、初のゲストということで、初プロキャディの加藤弘之くんに来ていただきました。よろしくお願いします。もう聞きたいこと山ほどあるんで、時間がちょっと足りるかどうかわかんないですけど、やるだけやってみたいと思います。平井弘明のワンナップゴルフ。まず簡単な自己紹介、僕の方からさせてもらいますと、同級生です。1983年の4月15日生まれですね。もうこの時点でもしかしたら気持ち悪いと思ってる方もいらっしゃるかもしれないですけど、そうなんです。すごく仲のいい同級生で、学生の頃から一緒なんですけども、現時点プロキャディとして仕事をされてるんですけども、いきなりですが、プロキャディになったきっかけというのは何かある？きっかけは、多分ちょうど1000回目ぐらいだわ俺。なるほど。みんなから聞かれる。みんなというか、こういうね、対談とかもいろいろあるじゃないですか。1000回目ぐらいだな。記念すべき。ちょうどいいね。なんかきっかけなんだろうな。もともとはプロキャディって言ってても、会社員でありながらプロのサポートをずっとしてきたんで、もともとはダノップスポーツでクラフトマンだった時に、ダノップ契約だった横峯さくらプロのお父さんの吉郎さんとかでも、まあチームで仲良かったんで、お父さんはその時ずっとキャディやってたんですけど、お父さんじゃない違うキャディさんをちょっとやってみるっていう話で、普通に会社員の中で、まあ、ずっと高校も大学もね、ゴルフだったんで、ゴルフよく知ってるっていうことで、1試合だけやらせてもらったっていうのがプロキャディとしてのビビッと、これはちょっと楽しいな、まずいなって思った。ハマっちゃう、そう、って思った。それはひろゆきの性格だったり、自分がプロに対してのサポートする喜びだったり、そういうのも感じたっていうのもある？いや、もともと知ってるけど、ゴルフクラブ作るのも好きだったりね。で、イコール選手にやってあげる、選手がそのクラブを渡して喜んでもらうっていう、そういうのもやっぱ嬉しかったから、結局人に対して何かやってあげるとか、自分が好きなゴルフを通じてプロとかアマチュアでもやるんだけど、喜んでもらえるっていうのが、そこでなんかビビッときたんだろうね。なるほど。いまだに別にキャディも好きだけど、クラブ組むこともあるし、それ渡した時の喜んだ顔とか見るとやっぱ嬉しいけど、でもちょっとキャディは格別かもね。別格なんだ。なるほどね。その横峯さくら選手のキャディをやった後に、次誰か担いだ選手とかっていうのは、ちょっとその時期から間が空いたんだよね。3年半ぐらい空いたのかな。たまたまちょっと転職することになって、グラファイトデザインに転職して、3ヶ月後に、すぐに今度、これも有名どころで、石川遼プロから皆さんご存知の、オファーがあったんですよ。それは何か昔からひろゆきが亮君と関わりがあったっていう。そう、もともと年は8個違うんだけど、練習場がジュニアの時から一緒で、出会いは彼が小学校3年生で、もう俺ら高校1年生の時に練習場が一緒で、亮のお父さんから、その時まだジュニアって珍しくて、ゴルフやってるんですねって話から、週1回一緒にゴルフラウンドをするようになって、もう小学3年生と高校1年生だからティーグラウンドも違うし、確かに。あの時ってまだ親もコース入れなかったの。だから本当2人だけでラウンドして、ティーグラウンド違うから、会話もなかなか、あんま会話もなくとかあって、でもゴルフお互いやってたら楽しかったし、練習で毎日会うからっていうのが出会いかな。で、僕も普通に大学を社会人になった時に3年ぐらい会わなかった時期あったのかな。それでちょっとジュニア担当だった時期もあって、日本アマにパッて行った時に、久々にその時中学3年生の寮を見て、うわ、こいつやばくなったなっていうのが第一印象。うまくなった。いや、多分俺らぐらいだと分かると思うけど、スコアでうまくなったなっていうにあんま判断しなくて、歩いてる時のオーラとか、1番ホールの1打目のショットのルーティンの入れ方とか、こいつ来るなっていうのがそういう感じた。そう。なるほどね。それが中学3年生の日本アマで、で、その半
年後ぐらいにかの有名なアマチュア高校1年生入ってすぐの試合でプロの試合で優勝したの。15歳の時の。そう。なるほどね。でその年の優勝の資格で初めてアマチュアとして最終戦の日本シリーズからキャディーをやってくれって言われたのが、おお。日本シリーズアマチュアで出た後に、実は来年プロ転向するから帯同してほしいっていう。それはひろゆきのキャディーの中で、やっぱり一つの転機として本腰を入れるっていうか、そういう風なきっかけにもなった選手。そうだね、さくらちゃんのやらせてもらった後に3年ブランクがあって、超えるぐらいのビビっていうものを味わえるんだっていうので、なるほど、うわーっと思って、率直に嬉しかったってことだよね。嬉しいし、だけどその時まだプロキャディじゃないから俺。ああ確かに、会社員としてだし、その日本シリーズプロのキャディの2試合目。ああそうだね。さくらちゃんのキャディは結局1試合で終わったんで、次寮のね、日本最後、アマチュアで出た日本シリーズ2試合しかやってないのに、来年やってくれって言ってくれた。次の年プロ転向するっていう噂はあったから、いろんなキャディーさんからオファーもあったみたいなんだけど、そういうところに行かないで僕のところ来たっていうのがやっぱ嬉しかったし、なぜか無駄に自信があった。なるほどね。なんでだろうあれ。でも俺の勝手な予想だけど、多分その中で何人オファーしたか分かんないりょうくんに、だけどその中で一番りょうくんを知ってるのはやっぱちっちゃい頃からやってたひろゆきだったっていうのもりょうくんのお父さんからしたら、まあそうだ ね、あったかもしれないよね、まあ気心知れてっていうのは大事だっていうのは分かってるだろうし、まして16歳とかでしょデビュー。まだ16歳になってないもんね、9月生まれだからまだ15歳。そうだ、なってそう16歳なるかなんないかぐらいだね。そうだよね、そうだ、16になったばっかぐらいの時チームを組み始めたね。そうだね。ざっとなんかそのチーム寮って、多分その中身を知らない人ってチーム寮っていう言葉は知ってるけども、そのチーム寮っていうのは大体ざっと何人ぐらいいたの？いや一番最初はお父さんと俺と寮3人だけ当たり前で、へえ。いやすごいなと思う。普通だったらすぐにマネージメント入って、変な話契約の話とかっていうのもね、持ってくる話だったんですけど、全部3人で最初始めたの。あそう、それもすごい、びっくりよこんな。だっていろんなもう30分刻みでいろんな企業の偉い人だったり、それこそゴルフメーカーさんだったりっていうのが来て、パッて金額出されて、僕とお父さんと寮で判断して、ちょっと決められないで値段は揃えてくださいっていうのからスタートだから。なるほどね。こんな金額見たことないっていうのもスタートだし、いろいろそういう意味ではすごいいい経験を。そうだよ、ね、だその時の手帳、2007年か2008年に変わる時の手帳の、未だに見るとすっごいもん、30分刻みに1日何人の人と会ってたんだろうっていうのを、まあ、お父さんと僕でやって、寮に後で報告するみたいなことをやってた。本当最初はもう本当3人でやって、その後いろいろちょっと手伝ってもらう人間増えてったけど、結局はもうその時点ではクラブ所属も決まって、クラブも決まって、ボールも決まって、そこのその人たちのスタッフをチームに入れたっていう感じだよね。ああなるほどね。最初ヨネックスさんと契約したから、ヨネックスのスタッフをチームに入れてとか、まあパナソニック、それこそパナソニックの、まあ、電通担当の人がチームに入って、そういうチームの作り方だった。あじゃあまあ徐々に増えてってっていう。そう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 。今スケジュール帳の話があったじゃないですか。で普段のワンナップゴルフだったら僕のバカ話を入れてたと思うんですよ。でスケジュール帳30分刻みにすごい見返したらいっぱいあったって。僕のスケジュール帳だいたい12月にいつも買うんですよ。で買ってよし今年は書くぞって始めて、だいたいその年の終わりに見たら何にも書いてないっていうオチなんですけど、なんか今日そういう雰囲気じゃないんでただすごい1分でも無駄にできないっていう感じなんで、でも男の人ってあるよ ね、スケジュール表買いたくなるよね。そうでしょ、かっこつけでさ、俺買うんで、そうそう、いつも。そう、わかるわかる。で、ペンとかめっちゃ揃える、ね。そう、そう。なんかさ、なんか鉄々しいさ、そうそうそう、ペンとか買うんだけどさ、一切インクなんか減らないっていう。
いや、あの年は本当にすごかった。多かった。もう、あの時は正直、うん、1日、1月1日に会わなかったかどうかかなぐらい、寮と。あ、そう。それが5年以上続いたね。あ、そう。うん、まあ、さっき言ったように、うん、もう、練習場一緒イコール、家近所だから。うん、なるほどね。そうだよね。うん、やっぱね。あの時、俺らのひろゆきを知ってる友達は、ひろゆき死んだ説があった。一切連絡通じないから。あ、ほんと？うん、ほんとよ。まあまあ今ちょっと怒りがこう出てるけど、そう。あの時は、どっちかっていうと、ひろゆきじゃなくて、お母さんに電話してたから。俺のね。そう。ひろゆきどこにいんですかつって。それぐらい通じなかった。忙しかったんでね。そう。確かに。ね、カメラ越しでは見てるけど、そう。とかね、そういうのがよく言う。もうよくでも死んだ説は出てた。出てたでしょ、うん、ね、出てた。お前の親父の建造にもめちゃくちゃ未だに言われる。そうでしょ、ひろゆきはダメだよ、電話通じねえからって、うん、でもかけてくるからね。そうなので、留守電入れるでしょ、留守電、うちの父ちゃんは。あれを聞くたんびに涙が出る。いや、うまいね、本当に。いるからね、話長くなるから。そう充電足んなくなっちゃう。そうそう、でもそんぐらい分刻みも分刻みだな。じゃあもうびっしりと予定が埋まってて、うん、それを大体、じゃあ亮君のキャディっていうのは大体何年ぐらい、5年、トータル。でもね、意外と年数で聞いたら短いなって最近感じるんだよ。そう、5年半なんだけど、やっぱりジュニアの時から知ってるっていうのがやっぱり、だって俺亮と出会った時弟生まれてないから、石川渡るは、渡君、だから渡るにいつも言う、お前より兄ちゃんといる時間投げんだからなって。そうだね、まだ生まれてなかったんだから。確かに、そうだね、そう、そういう話とか、だからそれだけね、一緒に行った時期が長いから、うんうん、なんか5年半っていうくくりよりかは、うん、まあ他のキャディと選手以上に365日一緒にいたとか、いろいろそういう部分でね、うん、あるからだと思うんですよね、うん、なるほどね。石川遼選手のキャディを終わった後っていうのは、次誰のキャディをやった、うん、次は、これもだから自分の中でびっくりしたのは、うん、その後いきなり女子に行くことになったの。はい、ネットでちょっと別れたっていうのはやっぱ出たから、あーって思う、うん、選手はね、選手とかがいてくれて、うん、それで宮里美香プロ、はあ、宮里美香プロのキャディをやらせてもらえることになって、うんうん、その時って石川遼プロって海外の時は IMG っていうところとマネジメント契約してて、で宮里美香プロも IMG で、同じマネージャーさんだったな、IMG、そのつながりで紹介していただいて、だけどさ、あの子日本でプロゴルファーになった人じゃないから。え、そうなの？そう、アメリカだから。そうなんだ。逆輸入なの？そう、だから俺、うん、アメリカに3年半いたの、そっから。へえ、これまた連絡つかない、俺らは。確かにいないもんね、うん、そう知ってたけど、うんうん、高校卒業してすぐアメリカに飛んで、アメリカの QT 受かって、うん、アメリカの USLPGA ツアーを回ってるっていうのは知ってて、うんうんうん、でキャディやってくれってなって、え、最初何の試合とかっていろいろ考えじゃん、あれどこの国行くのかとか。そしたらエビアンっていうメジャーの試合でいきなり初タッグがオフランスよ、うん、めっちゃ遠いね、フランスよ、いきなり。それはひろゆきがアメリカ行って、アメリカからフランス行ったの？いや、もういきなりフランス集合よ。現地集合？コンビニじゃないよね。あ、そう、フランス集合。よく行けたね。で、はじめましてよ、うんうんうん、ほぼその前に一回ゴルフしたんだ、一、うん、回ゴルフして、うん、ほんでいい子だなとか、向こうもなんかうまくキャッチボールできたって思ってくれたんだろうね、うんうんうん、それでフランスに呼ばれて、もともとの契約はその一試合だけちょっとお願いしますって言われたのかな、うん、マネージャーさんとして。エビアンだけ？そう、うん、メジャーで。で、僕その時に言ったのが、ごめん、3試合はやらせてって言ってた。はい、3試合やったら、うん、距離とかも分かるし、うん、癖とかルーティンとかも分かるから、うん、3試合やらせてって言ったの、うん、ほんで3試合やることになったの。へー。そしたら、うん、その3試合がエビアンっていうメジャー、うん、アメリカのメジャー大会、うん、でその次が日本に帰ってきてマンシングっていう女子の試合、うん、でその次日本女子オープンで、この3試合をとりあえずやらせてくれ、うん、って言ったら、まさかの3試合とも最終日最終組。それは3試合で終わらない匂いがするね。でしょ、うん、でエビアンも大雨で4日間、3日間とかなっちゃったんだけど、うん、
結局上がって最終日うまくいかなくなって、それもまだルーティンも分かんなかったんで、トップ10に入ったかな確か、で終わったんだけど、で2戦目のマンシングも結局勝てなくて、3試合目の日本女子オープンで優勝。神奈川かどっか、そう神奈川の試合で。そうだよね、俺ねあれめっちゃくちゃ鳥肌立ったのよ、俺もちろんひろゆき担いでるって知ってたからテレビで見てたわけよ。最終日の18番グリーンの2人の後ろ姿っていうのはテレビ越しに見ててね、めっちゃくちゃ印象があって、いやすげえなーと思って、単純に一ギャラリーとしてすごい興奮したのは覚えてる、日本女子オープン、あの試合って結構タフで、アンダーがいなかったんで、ね、そうだよね、そう、それでやっぱ勝てたっていうのも嬉しかったし、3試合っていうのは自分の中で3試合あればもしかしたら勝たせることできるんじゃないかなっていうのはあったの、正直、だからその3試合っていう話で3試合目勝てたっていうのは大きくて、でもそれも嬉しかったんだけど、上がってすぐ携帯を見たらアメリカにいる寮とずっとチーム組んでるマネージャーから着信があって、もうリアルタイムで見ててくれたらしくて、もう寮からおめでとうってすぐ電話来た時はやっぱ嬉しかったし、それ嬉しいね、それが3人目というかプロキャディーというか3人目に担がしてもらったのは宮里美香プロ、そっからだからさっき言ったように3年半、アメリカずっと向こうに行って、年間4試合ぐらい日本の試合出てたけど、もう基本アメリカ3年ぐらい、でも本当寮の経験が生きたっていうのはやっぱ大きいよね、ずっと後半なんかアメリカ行ってたし、それこそそうだよね、ね、いろいろ大きいメジャーも連れててもらえたし、そうだよね、ただそのおかげで美香ちゃんに対してはすごいいいサポートもできたと思う、最終ホール左ラフからドライバー打ったのは日本女子オープン、あれはね、サロンパスレディースで、あれも最終日爆発して7アンダーぐらいでいけて、そうだよね、そうで、勝ち損ねて1打差でホンシャンシャンが勝った試合、そうそうセカンドね、そう俺ね、あれヒロユキ勝ってたでしょ、そう俺ね、どんだけの会議をあの短時間でやったのかなってすごい気になってたの、だってプロゴルファーとプロキャディーがいて、その2人の考えのジャッジがドライバーっていう、もちろん気があったのも分かるし、見てる人からしたら、その手かって多分納得した人もすごい多かったと思うの、だけどあの場に会話を聞いてみたかったなと思って、しかもこれ今聞いてる人は、ティーショットだと思ってるけど、ティーショットが左ラフ入って、そっからセカンドをドライバー打ったんだよね。そうなんです。そうなんですよ。そう、優勝争いをしてる時の、そう、あ、18番だよね。そう、で、ティーショットを宮里選手が左に曲げてしまって、珍しく曲げたんだよ ね。だって USLPGA ツアー3年連続フェアウェイキープ率1だから。そう、それもね、ごめんなさい、ひろゆきオタクなんです僕も、なんでひろゆきが関係してることに関してデータとして結構頭にあるんですよ、なんでそのフェアウェイキープ率なんかも頭の片隅にあるんで、そうなんですよ、で、最終日のサロンパス茨城ゴルフ、そう、茨城ゴルフ、そうで、そこで18番ホールでティーショット左に曲げて、ね、そのラフね、からドライバーを選択したという、あれもなんかもうすごいこう興味深いジャッジで、ね、ああいうところって俺らからは映像でしか見れないから、どういう答えが出てドライバーを選択したっていう、そのそこまでの会話を聞きたい人ってやっぱ多いんだよね。そうだよね。これはでもちょっと秘密とさせていただきますすいません結果的に優勝できなかったけど、ああいうジャッジがあるから、お互いその後も、そうだよね、うまくいけたんだなって思うし、そうだよね、その宮里選手の後っていうのは次誰か、で3年半アメリカ行って、だ結構俺も変わってて、男子にずっといて、今度女子にずっといて、男子行って、基本のキャディーさんだったら男子行って空いてる週に女子行ってとか、年間で半々ぐらいやる人が日本のプロキャディーさん多いんだけど、俺はもう完全に男子行って女子行ってっていう風にやってたから、その帰ってきたあたりぐらいから日本ツアーで男子と女子をやらせてもらうことになって、そうなった時に初めて男子3人女子2人ぐらいで、年間だから合わせたら5人ぐらいとのキャディをやることになって、であの時はそう初めてじゃん、だから結構戸惑ったっていうか、いろいろ距離も違うし、
朝のルーティンとかもういろいろ違うから、うん、結構最初は毎週ドキドキしたよね、うんうん、その年間複数人の選手のキャディをやった後にその後っていうのは誰か特定な選手についたっていうのは徐々に徐々にその男子3人だったのが2人になってとか、うん、女子 2,3 人だったのが2人になって1人になってとかって徐々に少なくなっていて、うん、まあやっぱ理想的には昔みたいに1人の選手をがっつりサポートした方が変な話今週やらせてもらってる選手が予選通りました、うん、だけど来週やる選手が予選落ちしてた、うん、ってなると俺は日曜日までもうがっつり試合やってる、うんうん、だけど次の週やる選手は金曜日に終わっちゃってるから、うん最初の次の月曜日元気もりもりなわけですよ。はい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 、はい、俺は日曜日までもうがっつりなんなら優勝争いしてる可能性もあって、ね、もう頭いっぱいだね。帰ってきて、うん、そっから月曜日移動、もう次の選手とワンラウンド練習ラウンドとかっていうと、うん、やっぱ気持ちの乗り方が違かったりすると失礼になっちゃうし、先週なんで予選落ちしたのとかっていう会話的にもなんか難しくて、うん、だから徐々に減らしていって固定にしていきたいな、また昔みたいに固定にしていった方がやりたいなとは思ってて、うん、だからそれがね結局でも複数人の選手をやったのはもうそれも3年ぐらい続いたかな。へえ、3年ぐらいそういうのでやって、じゃあもう結構数多い選手やった時期が3年ぐらい。そうだね、そうそう単発だけど松山英樹プロ、はい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 、呼ばれてそれもいきなり、じゃあ母さんキャディちょっと一回お願いしますって、うんうん、オーケー、どこ行けばいいって言ったら、これメキシコよ、はいはいマスターズ前マスターズ前だよね、メキシコ、うん、いきなりメキシコが昔からしてたから喋、うん、りにくいとかそういうのないんだけど、うん、で距離とかが分かんないじゃん、うんうん、メキシコよ、うん、メキシコ行ったら、うん、富士山の5合目なのよ、ゴルジョーが高いところ、高いところ、うん、いろいろ計算したら 20% 飛ぶのよ。はいはいはい、普段のこの辺でやってるところのボールの飛距離よりも 20% 飛ぶ。200ヤード打つつもりが240ヤード飛んじゃうんだよ。はい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 、めんどくさいね。その計算から始まり、うん、空気薄いし、うん、そういう風な経験もいろいろさせてもらって、うん、多分あんま皆さん知らないんですけど、あの標高高いより高いほど球飛ぶんで、ね、うんうん、それこそ富士山系クラシックって僕も1回勝たせてもらったところなんかは、うん、標高 1000m ちょっとあるんで、うん、だいたい 7% 8% ぐらい飛ぶんです。そういう計算もしながらプロキャディってやってるんだけど、標高 5000m を過ぎると 20% ぐらい飛ぶっていう計算をいろいろ。そんな計算できた学生の時から。いやできないよ。でしょ、人間ね成長するんよ。すごいね。そういや俺とひろゆきはどっちかっていうと、はいテスト始めっつっていきなりこうだったタイプだからだけど足し算と引き算だけはできたから、あれは小学校で習った間違いないそう、それができればなんとかなる、なんとかなる。ああ、うん、いいこと聞いたね。あとはもう経験よ。確かに、うん、まあ、だからそういうパーセンテージとかねやって、うん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 、やっぱり今となってはマスターズチャンピオンになった松山選手とかやって、うん、やっぱり全選手共通してることっていうか、うん、やっぱり相当プロの中で上位の選手を担いできたじゃない、ひろゆきなんかは、うんうん、やっぱりすごい向上心っていうか、この選手って多分上行きたい頑張るっていうのってやっぱ伝わってくるものってやっぱりあったりする。やっぱあるよね。やっぱ練習量が、うん、練習したいからトレーニングしてるっていう選手もいる。その練習量に耐えられる体を作ってる。そう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 。あ、意外とだからすごい ね。一般の人って基本飛距離を伸ばすためだと思ってると思うんだけど、うん、一番多いと思います球数を打ちたくて、うん、球数打っても腰痛くなんねとか、うん、首痛くなんね、手首痛くなんねために意外としてる人が多いよね。今のはちょっとお金払いたいネタですよね。多分俺は秀樹なんかはすごいそれを感じた、うん、球打つからなかなか聞けない話。そうそうそう。でも俺の印象ね、プロ以外の方のトレーニングってほとんどの方が飛距離を出したいからトレーニングしてる方が多いと思うんでね、うん、うん、だけどやっぱり俺なんかは飛距離と距離感っていうのは多少生まれ持ったものだと思ってる、うん、あ、いいこと。はいはいはい、はい、だから俺なんかちっちゃかったから、うん、距離を求めようとすると、うん、距離感が良かったものが悪くなるっていうのが怖かったからやってこなかったし、うん、だけど
距離って石川遼プロのお父さんの話なんだけど、うん、距離って求め続けないとキープすらできない、うん、多少は求めとかなきゃいけないんだけど、うん、これぐらいでいいやとは思わず、うん、多少求めつつやらないとキープすらできないから、うん、そこはねちゃんとやることやっておきながら、うん、限界はやっぱあるから、うん、そこはだから自分はもっと飛ぶだろうっていうふうに思いすぎない方がいいよね。ああなるほどね、うん、そうするとやっぱいいものが悪くなるし、うん、ゴルフって自分が得意なものを伸ばした方がスコアにつながると思う、うん、あその通り俺もそう思う、うんうん、バンカー出ないからってバンカーばっかりやると、うん、グリーン周りもともとピッチランが上手かった人は、うん、多分俺は下手になる、うん、そうだよね、うん、だからいいものを伸ばしてて、うん、あとはマネジメントでカバーするバンカー入らないようにとか、うん、そうした方が絶対にスコアアマチュア特に良くなると思う、うんいや今いいアドバイスですね、なるほどね確かに距離を求めると感覚的な部分距離感だったりっていうのが確かにこう失われる部分っていうのはすごいわかる気がする、うん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 、その後複数人のプロを担いだ後に、うん、ここ最近だとどんな選手ここ2022年からは、うん、久しぶりだな何年ぶり5、6年ぶりまあまあぶりなに固定でもう一人の選手のサポートをします、うん、おーちなみにどなたですか今平修吾プロ後輩ですね高校のそうだね二人ともそうそう高校の後輩だしそれもたまたまなんだけど、うん、全然ねあの被ってないから都市的にもあだけどそれもありがたいことに、うん、選手の方からオファーがあって素敵ですねしかもね去年5試合ぐらいやらせてもらったのかな、うん、そんなに多い試合数じゃない中で判断してもらえたっていうのはすごい嬉しくて、うん、大体とりあえず3試合やってみましょうか1ヶ月やってみましょうかっていうのでスタートするんですけど、うんうん、ちょっと年間通してって言われた時はやっぱりちょっと近いビビッとくるものがまた改めて、うんうん、確かにちょっとやってやろうかなってモチベーションというかやる気にはなるよね、はい、そうそうそう、うん、今年は今平プロでいきます今平選手の開幕戦刀剣コーポレーションカップとりあえず1試合担いで最終日7アンダーで ねあれはすごかったな多分みんなタッグ組むと分かると思うんだけど、うん、去年5試合やらせてもらったけど、うん、今年1年やらせてもらうってなった時のやっぱ最初ってやっぱ緊張するよね、うんうん、もし予選落ちしたらどうしようとか、うん、ちょっと雰囲気的にスタートが良くないとイメージ悪くなるからっていう中で2日目ギリギリなの通ったの、うん、そうね初日1ミリそれよぎったあって初日ツオーバーうん初日終わって83位タイよは何人抜きよ70人抜きぐらいしたねじゃあまあね9位タイだもんねそう83位タイ、うんうんうん、で2日目が午前スタートだったからもう昼に終わっちゃっててその時点でまだそんな順位動いてなくて、うん、で午後から風吹く予報だったからどうしようっつってロッカーの中ちょっと片付けつつ選手は帰りますって言うしゴルフクラブはっつったら予選落ちしたら届けるねっていう話になりながら4時間ゴルフ場にいたねあ待って結果として、うん、結果的にギリギリ通って、うんうんうん、こっからがやっぱ今平修吾だなっていうところを見せなきゃいけないなっていう、うん、はい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 周りにねこうなったわけだそう逆に結構ギリギリ予選通過した人って上がってみて30位ぐらいいればいいかなぐらいのパターンが多くてそういう人が多いながらちょっとやっぱり今年の週後違うなとか死んだふりだったなとかでやっぱあのタッグ怖いなって思わせなきゃいけないなってあと2日間でで3日目が2アンダーでそんな悪くなくて風もまた難しかったから2アンダーでそう40位ぐらいかな、うんうん、でそしたら今度最終日計算始まるんだよね、はい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 、いくつで回ったら15位になるか、うん、いくつで回ったらトップ10になるかって、はい、お互い自然と考えるんだけど、うん、でスタートしたら1番ホールいきなりこんな OK バーディースタートスタートはいほんであれやっぱちょっと来るなって思ったりして、うん、だけどバーディーボギーバーディーボギーが続いて、うん、バーディー来た後ボギー今日来ますねとかっていう、うん、かわいいなと思うじゃん、うん、そんなことをプロって言うんだけど一応、は、ほんでそしたら僕が、うん、バーディーバーディー行こうとりあえず、うん、ボギー打ってもいいかな、うん、バーディーバーディー行こうって言ったらそこから5連続バーディー、は
半端じゃない。あれだよ、言葉に出すのってやっぱ大事なんだよね、うん、タイガーとかもショットして、ね、うん、曲げたりすると、うん、カモンタイガーって自分の名前とか言ったりするんだけど、うん、なんか嫌なこととか思ったことを口に出すっていうのはやっぱありだねってそのラウンド中にも言ってたんだけど、うん、そっから5連続バーディー来て、うん、でまたボギーがあったんだけど、うん、次イーグル来たよ。そしたら12ホール終わって6アンダーぐらい行ったんでね、うんうん、そしたらいきなり、うん、今日12ホール行って6アンダーまで行っちゃいましたねみたいな話を言ってきたの、うんうん、でこっから選手とキャディって止めがちなのよ、うん、はい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 、あと6ホール、うん、だってもう6アンダーでいいと思うから、もう言っちゃえば守りに入るような感じになっちゃう、だけど、うん、これがキャディのいけないところでもあるし、うん、選手のいけないところでもあるよって言った瞬間あいつ顔変わったんよ。へえ、あこいつやっぱりすげえなって思ったその時に、うん、だって上がってみたら6アンダーって3、4人いるよって言ったの、うん、今日のベストこっから狙わなきゃダメって言った時に顔色変わって、はい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 、だから俺もそういうマネジメントするから頑張ろうって言って、うん、まあしてて、うん、そっからまた2つバーディー取って、うん、トゥデイ8アンダーまで行ったの。へえ。そしたら雨降ってきちゃった、うん、17ホール目で、うん、いきなり雨降ってきた時にやっぱゴルフクラブとゴルフボールの間に水滴が溜まると、うん、同じスイングしても違う球の出方がするんですよね、はい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 、男子プロぐらいヘッドスピードが速い、うん、それがまんま出て、うん、17ホール目で OB よ、ティーショット、ティーショット、へえ。でもテンションさ、なんでこんなところで OB 打っちゃうんですかね。そのホールが前の日までとティーグラウンドがちょっと違くて、うん、ティーグラウンド違かったですからねとかってすごい可愛いこと言うね、いつもキャラっていうか、なんか結構クソクソってね、男子プロってみんなそう思ってるみたいな、もうとかって言って、あの顔で言われたら可愛いしかないね、うん、雨ですかねみたいな、うんうんうん、であそこダボ で、うん、でやっぱあいつの違うところは最終ホールでバーディー、さすがっすね。しかもそれも同じようにティーショット隣のホール行って、たまたま OB がなくて隣のホールから155ヤードを2メーターに寄せてバーディーで、でその日7アンダーで、まあトータルも7アンダーで、で上がった瞬間に言った言葉が2人でトップ108かなって言った、8アンダーかなって言った、そういう計算で回ってたから、はい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 、そうしたらその後雨が思ったより強くなって、うん、そこは出なかったんよ、はあ、後半っていうか、はあ、俺らの後ろの後ろ、うん、俺らが思ってたより一打悪い状態でトップ10を終わることができて、うん、9位タイで結局統計は終われたっていう、うん、いやナイスプレーだったよね、うん、やっぱ違うなとか、うん、あの2人のコンビ今後怖いなって思ってくれる存在にはなれたかなとは、うんうん、確かにね、もう思ったね。やっぱこう尻上がりにこうグッと伸びてくる成績のタッグってやっぱどうしても意識するもんね、うんうんうん、やっぱタイガースティーブが、そうそうだね、ね、そうだね、そんな感じだよね、うんうん、そうなんだよね、そういうのってやっぱ大事だから、うん、2017年18年の賞金王2年連続そうだね、でね、確か、うん、だからちょうどその頃って、うん、あまり男子に俺いなくて、それこそアメリカ行ってた時期ぐらいだったのね、女子で宮里美香プロで、だからピークの集合見れてないっていうのも逆にプラスかなと思ってて、だからそこはプラスに思ってまたもう一回賞金を目指してやっていきたいなと思って、